さっきの人なんかは、次に話、前、うぬさんが言ってた、経産省に行ってるときに、英語ができる、専門性がある、仕事ができるっていうスペックを満たしてるんですよ。そうだよね。でも、それだけじゃ足りない。日本ではいいかもしれないけど。それで僕ね、本二十何冊書いたでしょ？で、本が僕の本、まあ、売れないってアマゾンも原因なんだけど、読んでしているんですけど、売れないって理由、大きな理由は、やっぱりさ、本の書き方が、実はね、自分勝手なの。人に読んでいただきたい、人に理解していただきたいっていうね、気持ちが今まで全くなかったよね。でもそれってある意味で、うぬさんの本っていうのは、プロダクトアウトなんでしょ？そう。マーケティングじゃなくて、プロダクトアウトだから。だからさ、よっぽど、木本とか高橋みたいにさ、大橋みたいに、ね、読んでるけど、あいつ一生懸命これ。そういうさ、ある意味ではさ、特殊な人物しか、例えば、穴掘って宝があるみたいな思考のある人しか読まないわけですよね。だけど、よく考えたらさ、君子っていうのはさ、名誉とか地位とかお金とかね、世間体とかって、全く関係なくね、生きていけばいいよって、やっぱそれ違うんってことで分かってきてね。何が違うかっていうとさ、いくら自分が努力してさ、いいもの書いたところ誰も読まなければさ、そんなこと意味がないわけじゃないですか。例えば、僕の喋り方もそうなんですけど、今まではね、人に聞いてもらうことを意識して喋ってないんですよ。自分の思ってことを意味不明瞭にベラベラ喋ってたんですね。それはどうして分かったの？女房が言うんですよね。あなたなんか、言葉はしょりすぎてないって言うんですよね。でも、それって普通女の人に対して、女の人に言うことじゃないですか。女の人ってこう、主語抜かしてる話はするじゃないですか。主語実語抜かしてね。なんだ目的語だけ言って、しかもその目的語と、脈絡がないのは、思考飛ばしてるからね。表現飛ばして思考だけ進んでるから。脈絡ないの。だから、うんのさんの思考が早すぎて、他の人がついていけないんじゃない？そういうふうにね、いい言い方すればそうなんですけど、思考が早すぎるんじゃなくて、やっぱりね、これはね、やっぱ論語にも書いてあったと思うんだけど、相手に伝わらなければ意味がないっていうね、いうことなんですよ。だそれをね、不思議だよ。ここ1、2年では理解した。68までさ、68に神が降りてきて本を書けって言い出して、その本を書けって言うときは自分がもう、なんていうの、セルフィッシュの塊でね、一日16時間本書き、昨日も16時間書いたんだけど、よく考えたらさ、神が降りてきて書けたけど、お前自身書く能力ねえよなっていうのは最近分かってきてさ、真っ青になって書き直してんだけど、ところがさ、人間ってさ、やっぱり限界があってさ、一日12時間ぐらい過ぎてくるとさ、意識が朦朧としてくんですよ。どういうことかっていうと、嫌になっちゃうんですね。もう やりたくない。分かってんだよ、何しやるか。嫌になっちゃうんですよ。で、昨日もそうだけどさ、12時間過ぎてから嫌になってきて。やっぱ性格がさ、押し込んでくんですね。やりたくないと。でもそれを我慢して昨日やっちゃったんですけど、やっちゃったんですけどね。昨日16時間やって、4時半に起きて、10時まで仕事してたんですね。ぶっ通しで。で、それはすごいんですけど、で、そういう時って昼ご飯とかどうして食事は食べながら、昼ご飯1時間抜いて15時間。ああ、そうですね。はい、1時間女房と飯食ってから、1時間抜いて15時間ね。で、昨日は女房はコーヒー飲まなかったから、いきなりステーキって、まあ、帰っちゃった。1時間だけどね。それ以外ずっとぶっ通しでやって。それでね、もう一つはだから、ああ、これダメだなと思ってね、今北アフリカ、何冊か書いて、4、5冊書き直して、今度北アフリカまで来たのね。そしたらまた元に戻って、これもやっぱりって、それで北朝鮮とさ、北アジアと東南アジアを書き直して2冊に分けちゃったんですけど、それは今度の来週のパーティーではまだ分けてない、前の本がタイトル書いたんだけど、もうそれを分けて後の本にするのはめんどくさくて、分けてないんですね。流れが早すぎて。だから結局、この1ヶ月で新刊書って4冊出したんですね。4冊も出したんですよ。5冊目天皇陛下で出てこないんで何だか分かんないんですけど、あれなんで出てこないんですかね。引っかかってんですかね、なんか。なんか引っかかってんじゃないですか。ね。
プログラムにどういうものを載せるか載せないかでチェックする機構が多分入ってるんですよ。うん、YouTube なんかも、クレーム上がってきた時にそれを AI で判断して、閉塞、まあ、閉じるかどうかを決めてるんですけども、で、左翼がそれを逆手に取ってバン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 やって、エイトとかやって、でも、天皇っていうタイトルの本いっぱいあるんですよね、うん、でも天皇と伝統と日本と中国とその組み合わせがまずいのか。なんかこう、新しい秩序を作るようなこと書いてありましたよね。ああ、ニューワールド。なんかその辺に危険、この単語だけじゃなくて、この単語を持つ相関関係で危険と判断したんじゃないの。今、ああいう AI とか使ってる。だからさ、僕はアマゾンにさ、なんで出てこないのかって、どこに聞いていいのか書いてないんだよ。書いてない。どうやって聞くとこがないんだよ。全自動になっちゃった、うん。そうか。それで売り出さないのか。でもちょっとアマゾン聞いても、それはプログラムはそう判定したとか言うわけしかないんだよ。ああ。長谷川さん最近こうなんかわかんない。あの人も商売しましたね。まあそういうことですね。この頭でちょっと引っかかってますけど。僕はそう思ってるんですよ。で、今度書いたその天皇と伝統って書いたんだけど、英語はさ、そういう資料ってないんですよね。英語はないんですよ。だから出てこない。僕はその、タイトルとか中身はそういう2000数百年のね、2600年日本天皇伝統あるよってことは書くんだけど、英語ではないんですよね。日本のことはそういうふうなその歴史とかね、英語で YouTube に書く人いないんですよね。だから、今度本書いて日本、と例えば朝鮮とか北朝鮮とか書いたんですけど、日本の記事はないんですよね、ほとんど。寂しいけど。ないんだよ、英語で。だから、日本の民主主義って書く資料がほとんどないんだよ。だから読んだ人は、あれこの人おかしい。なんで日本の民主主義書いてないのかなっていうか、要するに世界の人は日本の民主主義に対する意識がない。ないんですよ。ってことは分かってない。いや、薄っぺらだなと思ったんですけど、しょうがないんですよ。ないんですよ。はい、皆さんこんにちは、うんのです。今日はですね、うんの塾の研修のプログラムをご紹介したいと思います。で、まあこういうふうなホームページありますけれども、ぜひですね、一度中身をご覧になっていただきたいと思います。今日はブーキューブさんのスタジオに来て、まあこの収録をしておりますので、中身はこういうふうになってて、今最近ホットなね、グローバルリーダーの定義など書いております。で、特に経団連が作成しました、まあ、留学すれば英語ができて専門性を持つというだけではですね、グローバルリーダーになれないと、ここに書いてありますようにですね、仕事ができる、専門性を持つ、英語ができるだけじゃなくてですね、私どもの塾ではリベラルアーツということ、それからもう一つは孫子の兵法、さらにはですね、日本の歴史というものを合わせて教えることによって、皆さんが海外の欧米の方々と、もしくは華僑圏の方々と先生堂々と渡り合えるような人物を育成しようというふうなことを考えています。ここに次のスライドが出ておりますけれども、ここに書いてありますのはですね、さらに、私どもの運の塾の中身につきましてはですね、欧米の資料しか使っておりません。また実際に運の塾は英語でやっておりますので、まあ、英語の講師がこう話しておりますけど、学習はですね、日本の歴史をまだ教えてますので、各週の午後はですね、日本のプログラムをしております。で、以前はこれ有料だったんで、今はですね、実際に会場費も取っていただいておりませんで、毎回5000円ということで、朝9時から午後5時までやっておりますので、ぜひ皆さんですね、ご検討の上ご参加いただければと。まあ、英語のできない方もですね、各週の午後こういうふうな検証をしておりますので、ぜひご参加いただければというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。で、ここにさらにですね、グループ討議とか実務の勘どころを教えるって書いてありますけど、まあ、実際には私が10年ほどですね、
欧米の新聞とか雑誌等をですね集めてきた、もともと英語のベースでございますので、そうしたものをですね50セッションのテーマに分けて資料作成をしております。まあ、そういうことで世界のオペレーションもしくはカントリースクールも含めてですね、しかも世界のトップの方々に対してもいろいろな分析とか洞察をしてですね議論をしております。そういったことも含めてですね今後ともよろしくお願いしたいと思います。以上で私の挨拶を終えますが、まあ、今回のこのビデオの収録にあたってはですね VQ部さんのスタジオをお借りしてですねお時間を頂戴して、まあ、このビデオを作成させていただきました。よろしくお願いします。どうもありがとうございました。